ここは中央区立京橋図書館です。今年で100周年を迎えました。一世紀の間に図書館の運営方法は大きく様変わりしていきました。そして現在、電子書籍が登場し、また新しい時代への過渡期を迎えています。こんにちは、中央区です。今回の企画番組では、京橋図書館の100年を振り返り、そして次の100年を考えていきたいと思います。中央区築地1丁目、中央区役所本庁舎地下1、2階にある中央区立京橋図書館。都内でも有数の歴史ある図書館で、明治43年に東京市立の簡易図書館として認可を受け、今年で100周年を迎えました。所蔵する資料はおよそ33万5千冊。特に戦災を免れた図書など、歴史的価値の高いものが多く、大切に保管されています。またビジネスマンの多い中央区ならではのサービスも充実。利用者に必要な情報を提供するなくてはならない存在です。今回は京橋図書館所蔵の貴重な資料を、地域資料室の菅原さんに解説していただき、激動の100年を振り返ります。菅原さん、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくどうぞお願いします。京橋図書館100周年ということで、こちらの展示室にはもうさまざまな資料が展示されていたんですけれども、この資料なんですが、どういったテーマで展示されたんでしょうか。100年間でですね、図書館が培ってきた資料とか図書館サービスの一部を、具体的に物や写真を通して、知っていただく。そして私たちも改めてその資料や写真を通してサービスを確認することによって、今後の図書館サービスに生かしていくことができればいいなという、そういう思いで展示したわけです。なるほど。もう図書館って小さい頃から大変慣れ親しんではきているんですけど、そもそも図書館っていつできたんだろう、どういうものなんだろうっていうのがちょっと疑問に思ったんですけれども、日本の図書館っていうのはどういうふうに作られてきたんでしょうか。簡単に言っちゃいますと、江戸から明治に時代が変わりまして、で国家の近代化をしなきゃいけないっていう時代になりましたよね。それで、まあ、西洋の文化ですとか知識とかをできるだけ早く日本にも取り入れて、国全体をレベルアップする必要があったんですね。それがベースになってて、学校教育、小学校がたくさんできたり、まあ、その一方でその今でいう社会教育ですね、教養をできるだけ幅広く多くの人に、持っていただきたいということで、図書館の設置運動が始まったんです。そんな中で京橋図書館ができたわけなんですけれども、はい、京橋図書館ができた背景ですね、どういったことがあったんでしょうか。当時の東京市の政策として、各区に一貫ずつ図書館を建設しようということで、それで京橋区にも図書館を作ろうということで京橋図書館が設置されたわけです。図書館の設立に合わせまして、京橋区の有志の方々が莫大なお金を寄付してるんですね。でそのお金で、設立準備が行われて、明治43年8月に図書館が設置されることになるわけです。こちらは京橋図書館があった場所の遍歴を示す地図です。京橋図書館はこの100年の間に2回移転しています。1度目は規模を拡大して独立館になったこと、2度目は関東大震災による焼失がその理由です。100年の歩みの一歩は明治43年の京橋尋常小学校から始まりました。区民有志による寄付で購入した図書を含め、およそ
4800冊の蔵書数と9坪の書庫や体操場を閲覧室にしていました。そして利用者の増加と区民有志の図書館の充実を願う活動により規模を拡大し移転することになりました。大正11年には日比谷、深川、一橋に次ぐ独立館として開館しました。見た目もとっても素晴らしい建物ですね。この写真を見て分かる通り、はい、それで最も特徴的なのは、書館が全部開放された図書館だったんですね。これはもう東京で初めてなんです。東京で初めてということは、はい、ほぼ全国でも初めてなんですかね。だと思います。でそれが一番の特徴で、はい、あと児童室を設置したとか新聞雑誌の閲覧室を作ったとか、私の感覚ですと図書館の本は自由に手に取って中を見てというのが普通のことだというふうに思っていたんですが、それはこの当時は普通のことではなかったんですか？その通りなんです。通常の図書館ですと目録でですね、読みたい本を探してそれを、図書館の職員にこれが読みたいということで出して、うん、ツイート方式という形で本を読むことができました。ところがこの新しい図書館は自分で読みたい本を書家を回って、選ぶことができるという画期的なサービス内容だったと思います。館外貸し出しの数が、当時19あった図書館の中でトップを走ってました。いかに利用しやすい図書館だったのかというのが分かる数字だと思います。はい、とても残念なことなんですけれども、設立してわずか1年ちょっとで、京橋図書館も焼けちゃうんですね。建物だけじゃなくて蔵書もすべて焼失してしまいました。非常に残念なことだったと思います。今では当たり前と思っている図書館サービスも時代によって変化してきました。その一部を紹介していきましょう。まずはこの回数閲覧券と書かれた紙、一体何に使われていたか分かりますか？とってもびっくりする話なんですけど、図書館は有料だったんです。無料じゃないんですか？そうなんですね。お金を取られてました。入るのにお金がかかるんですか？入るのにお金を払うんではなくて、本を見るのに、正式には閲覧料ということなんですけれども、はい、お金を払って自分の読みたい本を出していただくという、そういうシステムだったんですね。図書館で本を読むのは有料でした。そして図書館をよく利用する人向けに作られたのがこの回数券だったのです。特別回数閲覧券の特別とは、今でいうVIPルームが設けてあり、静かに読書を楽しむことができたそうです。当時の相場一杯が10銭でしたから、それを今の値段に置き換えると大体の値段というのは分かると思うんですけど、決して安い値段ではなかったと思いますね。関東大震災から6年後の昭和4年、現在と同じ場所に京橋図書館新館が完成しました。京橋区役所、京橋公会堂との複合施設として建築され、東京で最大の開花式書庫を持つ図書館として開館しました。いくつか、昭和4年にオープンした図書館には特徴がありまして、この護岸の下部分はこれ築地川なんです。はい、今はもう埋め立てられて高速道路で車が走ってるんですけれども、この昭和4年当時っていうのはまだまだ船運、水運が盛んな時期だったんで、水辺空間の、ゆったり感を利用した、建物が昭和4年に作られたってことなんですね。太陽の光を最大限利用して、で一番日の当たりのいい場所に児童室が設けられたっていうのも特徴の一つです。で二つ目にですね、中2階から3階にかけて全面開花方式を採用した書家が作られているんですね。当時の規模でいうと、
東京市では最大規模の図書館と言われています。こちらは昭和4年の閲覧室の写真です。上は男子閲覧室、下は婦人閲覧室の様子です。実は開館当時、男女別の閲覧室が設けられていました。現在とは全く違った利用方法だったことがわかります。昭和12年、日中戦争が始まると京橋図書館にもさまざまな影響が及ぶことになります。当時を知る貴重な図書が京橋図書館に残されていました。こちらは内務省委託図書です。まあ、本を一冊ずつ内務省の方でチェックをしまして、出版してよろしいとか、これはダメだと直せというような、そういう指示を、出してたわけなんですけれども、そういった本が膨大な量として内務省に保存されてた、そういう時代でもあったんです。現存する委託本として、区立の図書館では千代田区と深川と京橋にしかない資料なんですね。非常に貴重なものなんですね。だと思います。こちらは昭和初期に京橋図書館で実際に使われていたものです。一体何に使われていたか分かりますか？これは下足札なんです。下足札、下駄履きの人とか地下旅の人は受付に預けて下足札をもらって入館してた、そういう時代だったんですね。開館当初はどの図書館も土足厳禁で、皆さんが履いてた履物をですね、入り口のところで預けて、入館してたわけなんです。当時の利用者の状況を見ますと、利用者の大半が下駄を履いてました。で、今でいうズックは一足あるかないかの時代だったらしいですよ。そういう人たちがよく図書館を利用していたということなんでしょうね。同じように京橋図書館には図書ばかりでなく、当時の時代背景がわかる資料も大切に保管されています。こちらは江戸時代に書かれた地図、官圃古建図です。平成2年に中央区の区民文化財に登録された、日本でここ京橋図書館にしかない貴重な資料です。いくつかの機能を備えた資料で、例えば一つは、不動産登記簿、はい、土地台帳、路線価格図、そういった機能というか内容のあるとっても大事な地図の一つなんですね。図書館といいますと、通常図書本のイメージがとっても強いんですけれども、京橋図書館の特徴の一つと言えると思うんですが、本以外の資料いくつか集めてるんですね。はい、錦絵とかですね、はがき、写真、そういった資料は、去年の1月から資料保存と画像データの公開を兼ねて、図書館のホームページで画像データを公開しています。京橋図書館の長い歴史の中で収集保存してきた資料ですね、とにかく今後も保存し、合わせて有効活用していただく、それがまさに、今京橋図書館に問われている一つの課題だと思います。それでは菅原さんから皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、京橋図書館は今年でオープン100年目、節目の年を迎えました。シンポジウムや展示会の実施を通して、京橋図書館が具体的に時代や社会状況に応じて変化してきたことを伝えたつもりでおります。これから京橋図書館が100年の歴史の蓄積や経験を今後の50年100年に向けてどう伸ばしていくのか、図書館の利用者の皆様と共に考えていきたいと思います。ありがとうございました。菅原さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。